ヤン・ファン・ヘルモント・ヤン・パブティスタ・ファン・ヘルモントは、17世紀、フランドルの医師、科学者、錬金術師、ガスという概念の考案者として知られている。当時スペイン領南ネーデルラントのブリュッセルで、貴族の子として生まれた。1594年まで、ルーベン大学で美術や古典を学び、続いて、イエズス会の学校で、神学や神秘学について学んだ。だが、どれも、 彼の心を満足させることができず、最終的に医学を学んだ。だが、学位を得たり、それを元にして、主観を得ることは、虚名を得るに過ぎないとして、これを拒絶し、医師の開業資格を得ると、母校の外科学講師となった。ところが、海鮮症にかかった時に、ガレの水学に従った下剤による治療で、帰って病状を悪化させ、当時大学では、主流ではなかった。 パラケルスス医学に基づいた治療を行って、ようやく回復した。だが、ヘルモントにとってこの出来事がガレノスに、絶対の価値を置いた、当時の医学への失望を招き、持っていた、医学賞を捨て去って、放浪の旅に出た。ヘルモントは10年にわたる旅の末に、1609年に、ビルボルデを領する貴族の娘、マルゲリーテ・ファン・ランストと結婚、この地に落ち着いて、 科学や錬金術の研究に没頭した。ヘルモントは哲学者の意志の存在を信じていたが、同時に熱心なキリスト教徒であったため、古代ギリシアの自然哲学や中世スコラ哲学の弁償法に対して懐疑的で、神が与えた力を通じてのみ、神が創造したものを理解できると考えていた。そのため、彼は多くの実験を積み重ねて、 事故の経験を深めていくことに努力した。ヘルモントはアリストテレスの土、空気、火、水による四元素説やパラケルススの塩、硫黄、水銀による三元素説を批判して、この世界の物質は水と空気の二要素でのみ成立し、しかも空気は様々な物質の物理的母体ではあるものの、化学変化を起こして万物を生み出すことが可能なのは水だけであると唱えた。 彼はこの考え方は、魚が水の中でも生きていられることや生物を3で溶かすと、水に変わることで証明できるとし、さらにこの考え方は、創世記における天地創造の記述とも合致するとも主張した。ヘルモントは、水から様々な物質が生み出される過程についての発生原理について仮説を立て、これを発光原理もしくは根本原理と命名した。 彼が事故の理論の証明のために行ったのが後に、柳の実験と呼ばれるものであった。まず、きちんと質量を測定した一定量の土を鉢の中に植え、そこに同様に質量を測定した柳の苗木を植える。それから彼は柳に対して、水以外の一切のものを与えずに5年以上にわたって観察した。その結果、5年間で柳は164ポンドも増えたにもかかわらず、 土の量は、わずかしか減少していない事実を指摘し、植物が水によってできているからこそ、これだけの成長ができたのだと主張した。また、ヘルモントは62ポンドあった木炭を燃やしたところ、1ポンド分の灰しか残らないことを指摘し、これは燃焼とともに、残りの部分は水と水が特殊な発酵をすることで生み出された物質となって、空気中に放出されたと考えたのである。 この物質は、それぞれの物体に、元から含まれているもので燃焼などの作用によって露出されたものであると考えたのである。そこで、彼はキリシア語で混沌を意味する、カオスという語から、こうした物質を、ガスシールベストと命名し、こうした物質が4種類は存在することを指摘した。この4つは、現在の二酸化炭素、一酸化炭素、ア酸化窒素、メタンであるとされている。 また、ヘルモントが考案したガスという言葉はその後の科学の進歩によって、その定義そのものは変化していくものの、その後の科学において重要な役割を果たす概念となっていった。また、浸透の概念を考え出したのも彼であった。また、彼は医学においても新説を立てた。彼は、生物の機関はそれぞれ一定の役割をしており、 内部にはその役割を維持するための発光体があること、そこに異質の発光体が入ることで器官の機能に異常をきたして病気を引き起こすと考え、病気を起こしている器官に適した治療法の必要性を唱えた。その中で体内に入った食物は、イデさんによって溶かされて腸壁において吸収されることを主張した。また、治療において磁石の利用を行った。ところが、 30年戦争の最中であった1621年、当時の医学及び進学において常識とされていた武器によって生じた傷を治すには武器そのものに承知を加えればよいという武器難航の考え方をヘルモンテが批判したとして、彼と不仲であったイエズス会の修道士が異端審問書に告発した。その結果、彼は逮捕された。彼は、その結果有罪とされ、 自宅に遊兵され、さらに自由に著書を刊行することを禁じられた。その措置は、彼の死から2年後まで解除されなかった。彼の没後、息子のフランシス・メリクリウス・ファン・ヘルモントは、遺構を整理して斜面後の1648年に、全集、オートス・メデシニーとして刊行された。ありがとうございます。